さあ、皆様おはようございます。現在時刻が5時過ぎ。ついに転売買最終回となりました。ということで、今ね、こんな早く何をしに行ってるんだということなんですけれども、今回今までね、仕入れて売ってっていうのを繰り返してきたんですけれども、最終回ということで仕入れはございません。今まで仕入れたものを売るということなんですけれども、フリマアプリなんかで流しててもまあ遅いじゃないですか、スピードが。在庫を抱えてる分がありますけれども、一撃で捌ける可能性がある方法を考えました。それがフリーマーケット。フリーマーケットですよ。いろいろ調べたんですけれども、出店するのにまあ5000円とか3000円とかかかるようなところもありましたけれども、なんと無料でですね、出店できると。しかも車のまんま後ろを開けたりとかして、そのまんまお店にできるというところを見つけまして、今そこに向かうためにこんな早くに出発してるという状況です。和歌山県にね、向かいます。まあ今日の目標は、まあ仕入れたものを、在庫の部分を全部さばくということを目標に頑張りたいと思います。さあ、到着しました。それでは準備をしましょう。さっきですね、まあ、よく来るというおじさんたちと話してたんですけど、結構定期的にやってるとこみたいなんですけど、ここのフリーマーケットが、告知が地元のフリーマガジンみたいなやつとかにいつも載せてるらしいんですけど、今回載ってなかったもんねっつって、だからちょっとお客さんが少ないと言ってました。お店なんかもフリーマガジンでしてないから少ないって言ってましたね。弱ったなぁ。さあ、現在の時刻1時。撤退します。はい。朝7時に到着して、9、10、11、12、1、5時間。運営のおばちゃんなんかも、ごめんっつって、おっちゃんが言ってたフリーペーパーで告知できてないっていうのがやっぱ大きかったみたいで、ここまでね少ないとはっていう運営の人も肩を落としていました。もう周りの人たちも続々と撤退を始めておりまして、もう
すっからかんでございました。なんとかね、最終回にこの仕入れたものをちょっとでもね、収益に変えて、いい報告が皆さんにできたらなと思ってましたけれども、残念ながら一個も売れずフリーマーケット終了となりました。まあ今回で最終回となるんですけれども、まあ10回を通して僕がこの得た教訓っていうのは、一番大きいのはお金稼ぐって難しい。はい、難しいよ。転売もそれなりにうまくいっちゃうんじゃないぐらい簡単に思ってる人も多いと思います。僕もそうでした。なんか安く仕入れて高く売るだけやろ、めっちゃ簡単やんみたいな、これうまくいくんじゃねえぐらい思ってましたけれども、むずい。転売をやってる人、まあ転売屋って呼ばれたりするんですけど、最後まで見てくださった方々、本当にありがとうございます。数字はね、残念な結果となりましたが、日常生活では見れない転売の世界を、本当ね、ど素人ではありましたけれども、お届けして、それを見てちょっとでもね、楽しいなと思っていただける方が少しでもいらっしゃれば本望でございます。それでは、ケンタの転売バイ、これにて終了です。次ね、画面でお会いできるのいつになるか分かりませんけれども、またその時はあーバカやってんなーって思って楽しんでいただけたらなと思います。本当全10回ありがとうございました。またどこかでお会いできることを楽しみにしております。さよなら。違う、最後ぐらいしっかりやっときましょう。失う